吉田5812月19日から1974年3月24日は、昭和期に活躍し、和風の衣装であるスキヤ建築を独自に近代化した建築家である。東京生まれ、東京美術学校卒業。母校で教団に立ち、多くの行進を育てる。死後、その功績を記念して、吉田58章が設けられた。百九十四年。 東京日本橋に、大田信義と党の間の無男、第八子として生まれた。父が五十八歳の時の子だからということで五十八と命名された。その後四歳の時に父を、中学生の時に母を亡くしたため、長兄の妻の下で育てられた。1909年、母方の生が耐えるのを防ぐために、吉田生を継ぎ、以後吉田生を名乗った。時は尋常小学校。 東京海正中学校を卒業。中学在学中の同級生、久保寺康久の強い勧めで建築を志し、1915年、東京美術学校図案科、第2部に入学し、岡田新一郎に学ぶ。大学には8年在籍し、在学中から住宅や店舗の設計を手掛けた。1923年に卒業すると、麻布の自宅に、 吉田建築事務所を開設した。1925年、学生時代から心惹かれていたドイツ、オランダのモダニズム建築を見るため、兄の援助を受け、ヨーロッパ、アメリカを回った。この旅行で、吉田はモダニズム建築よりもヨーロッパ各地に残るルネサンス建築、ゴシック建築といった古典建築の方に強い感銘を受けた。これが、 吉田の建築感を大きく変えることになる。吉田はヨーロッパの古典建築について、その伝統や民族性が前提にあるからこそでき得たものであり、日本人である自らには到底でき得るものではないと考えた。そのことから、日本人である自らにしか作り得ない建築とは何かを考えるうち、当時は過去の建築様式でしかなかったスきア作りの近代化に着目した。 自らの建築の方向性を定めた吉田は、中断していた設計業務を再開すると、縁故関係の依頼による仕事などをこなしつつ、日本の伝統的建築について勉強を始める。1930年代中ほどから吉田独自に、近代化したスキア作りの住宅を発表し始めた。吉田の手法の主なものとして、大壁作りの採用、釣り束と欄間の省略。 荒組障子と横山の障子の採用、押し込めとの発明、微信吹き付け壁、アルミパイプの下地窓等の工業生産材料の採用、座敷と椅子式生活のレベル差による融合などが挙げられる。くしくも同じ頃来日したドイツ人建築家のブルーノタウトは、桂離宮利休等のスキア作りの中に、モダニズム建築に通じる近代性があることを評価した。これにより、 日本の建築界においてもスキヤ建築が注目され、はじめ、その流れで、吉田のスキヤ建築も、近代スキヤ建築と評され、広く注目を集めた。1937年結婚。その後も、作品ごとにスキヤ作りの近代化の手法を発展させ、それに比例し仕事量も増えていった。1941年、母校の東京美術学校の講師に就任。 1944年、東京に戦火が及ぶことを恐れ、神奈川県二宮町に疎開し、自邸を建てる。戦後からは、住宅以外の劇場、美術館、寺院などの大規模建造物のお手掛ける機会が増え、これらを手掛ける中で自身の手法をさらに発展させていった。1946年から1961年まで、東京美術学校教授を務めた。 1963年から68年までは皇居新宮殿造営顧問を務めた。1964年には文化勲章を受章。1974年に結腸癌により死去。去年79、遺作はワシントンの日本大使皇帝であった。ありがとうございます。